本日は下半身の種目3種目行っていきます。強度が高いので無理せず行っていきましょう。足は肩幅よりやや広めにセットしていきます。姿勢が丸くならないように胸を張ったまましゃがみ込んでいきましょう。しゃがんだ時に膝が内側に入らないように注意していきましょう。しっかり股関節を使ってお尻を使うことを意識したまま動作を繰り返していきます。次の種目はクロスランジという種目を行っていきます。足は腰幅にセットしていきます。その状態から斜め後ろに足を引いてしゃがみ込んでいきましょう。そこからスタートポジションに戻る、この動作を繰り返していきます。しゃがんだ時にお尻の筋肉をストレッチさせるように意識していきます。背中が丸くならないように胸を張ったまま動作を繰り返していきましょう。次の種目はスプリットスクワットという種目を行っていきます。動画のようにジャンプした際に足を前後に入れ替えていきます。この時股関節を使ってしっかりしゃがみ込むのを意識していきましょう。着地した際膝が内側に入らないように注意していきます。呼吸が止まらないように行っていきましょう。強度が高いので無理なくできる範囲で行っていきます。